台湾鉄路管理局 E200 型電気機関車は台湾鉄路管理局の現在の電気機関車の主力車種である。香港では外観の際がほとんどない E300 型電気機関車 E400 型電気機関車についても言及する。台湾鉄路管理局は西部幹線の1975年からの交流 25000V 電化に際して E100 型電気機関車に続き 97両のアメリカ合衆国の GE 製の電気機関車を購入した。主電動機の総出力は2 8 0 0ットでサイリス体操制御により連続制御される。40両があり、全車が出力3 5 0ットの電動交流発電機を搭載しており、冷房付きの客車に参照、交流6 0ルツ4 4 0トの電源を供給できる。 1978年に35両が輸入され、1992年にはさらに5両が輸入された。重量は96トンである。2019年1月より約半年間、日本の南海電鉄が訪日旅行者への宣伝のために統計式2両の塗装をラピートブルーとした特別編成で運行。39両があり、 E200 型と同時に1978年に輸入された。E301 号機と E302 号機を除き電動、交流発電機がなく、過去には冷房付き客車の定期運用時には電源荷物車を増結して対応したこともある。E400 型は18両があり、1980年から1982年の間に輸入された。E200 型同様、 電動交流発電機を有する。メーカーでの元の設計では、歯車比は E200 型や E300 型より小さく、最高速度は時速 130km である代わりに、牽引力や、途販能力が低かった。台湾鉄路管理局では E200 型の運用管理を簡略化するために、近年 E400 型の歯車比を E200 型や E300 型と、 同じに改造したために、現在では最高速度は時速 110km となっている。E200 型、E300 型、E400 型。ありがとうございます。